皆さん元気な毎日を過ごしていますか奥田一美です今回は癌の中でも女性特有のもの乳がん卵巣がんについてですよくがん系という言葉を耳にしますが最近でははっきりした遺伝学的な検査でその対処法が分かってきています 教えていただくのは鳥取大学医学部附属病院女性診療科の大石哲郎講師です。大石先生は婦人下癌が,が専門、中でも卵巣癌の研究治療を行っています。では大石先生よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。今回のテーマは遺伝性乳癌卵巣癌症候群です。まずはこちら。 このがん家系という言葉をよく耳にするんですけれどもやはり身近な家族ががんにかかると自分もがんにかかるというものなんでしょうかあのこのがん家系っていう言葉は昔から特に、えー、医学的な根拠もなく言われ続けてきている言葉かと思うんですが言い換えるとあの病気がんになりやすい体質が親から子に引き継がれるんじゃないか遺伝するんじゃないかって、まあ、そういう考え方なんだろうと思います。 そしてあのー、ここで、えー、ちょっと難しい遺伝子という言葉が出てくるんですが簡単に言うと体のいろんな部分の設計図だと思ってもらったらいいんですがその設計図に異常があると病気になるということが分かってきていますで、この遺伝子の異常実は二通りあって一つは、えー、生まれつき持っているものそしてそれは、えー、親から受け継がれて子にまた引き継ぐ可能性のあるようなものそういった異常もう一つは 生まれた後に新たに生じた異常であってあくまでもそそののの方一限りりのものそういった2種類ありますで今回はそのうちの、まあ、生まれつき持っている親から受け継いだような遺伝子の異常、まあ、ある特定の遺伝子の異常を持っている方が、えー、乳がんや卵巣がんになりやすいという、まあ、遺伝性乳がん卵巣がん症候群というこういった病気の、まあ、お話をしたいと思います。はい 身近な家族にがんにかかったということは気になると思うんですけれどもまず基本的なことで乳がん卵巣がんの,あの患者さんの数なんですけれどもどれくらいの人がかかる病気なんでしょうか乳がんに関してはおおよそですが人人に1人と言われていますですから、まあ、女性のかかるがんの中では最も多い病気だと思います。そして 卵巣がんについては大体6,000人に1人と言われてますので乳がんに比べるとまあそこまでまあ多くはないかと思います乳がんの患者数の方が比較的多いということなんですけれども、はい、乳がんそしてて卵巣がんの症状についまず乳がんは乳房のしこりエクボなどの皮膚の変化 乳房周辺のリンパ節の腫れなどが挙げられます。卵巣がんの症状は、早期では自覚症状がほとんどないということなんですね。下腹部のしこり、お腹が張る、トイレが近い、食欲の低下などが主な症状ということなんですが、こういった症状が出る頃には、もうすでに病気が進行しているということなんですよね。そうですね。 えっと、乳がんに関しては、まあ、自己検診なんて言葉もあるぐらいで自分でまあ見つけることができる病気というふうにいわれていて、えー、早期発見早期治療ができるようになってきている病気なんですが卵巣がんについてはこういった症状がまあ出始めてあるいは何か気になる自覚症状が出てきて病院に来られたときには、まあ、かなり進行した状態になっているということが多いですので、まあ、非常に難しい病気だということになります。はい こう普段から些細な体調の変化に気づくということもま大切かなと思うんですけれども、この早期発見が難しいがんの遺伝子異常を発見することで、そのリスクに対処するといったことについて教えていただけますか。はい、まずがんにかかる要因には二つあります。一つは食生活などの生活習慣など、まあそういったものによる環境要因。もう一つは生まれつき持って 出てきた要因、そしてま親から子に受け継がれる可能性のある遺伝要因と、このこの2つに分けられると思います。でも、この遺伝要因がすな。わち、眼科系の所以になるんでしょうか。えっとまあ、必ずしもそればかりではないです。あの、もちろんこういったものが中心にはなるんですが、あの例えば食生活であるとか、あるいは同じ。 場所の水を飲んでいるとかですね。そういうまあ環境を同じくして家族で生活をしているということで結果的に同じような病気になりやすいっていうことも当然考えられるのでそれはこちらになると思います。今回のテーマの遺伝性乳癌卵巣癌症候群についてはこちらですね。はい。家族に複数の乳癌卵巣癌にかかる方が見られて。 そして、特定の遺伝子の異常、遺伝子変異を生まれつき持っている方を、遺伝性乳がん、乱層がん症候群と言います。では、家族というのは、両親や祖父母などどれくらいの範囲になるのでしょうか、えー。ご自身を中心に、えー、兄弟、両親、祖父母、おじおば、お子さんといった、えー、こういった範囲になるかと思います。特に、えー、まあ今回お話ししているような女性特有のがんですので、 実際のところはなかなかオープンにされないこともありますし、えー、自分の家系の中でそういったがんの患者さんがおられるのかどうかっていうのをなかなか分かりづらい情報かと思います、はい、ではあの家族ががんにかかった人がいた場合にそれはどれくらいの確率で遺伝子変異によるもので起こるんでしょうか一般にでですが乳がんやのの患者さんの中で、えー、およそ10ぐらいは えー、そういう、まあ、遺伝性の乳がん卵巣が,がんに関係のある、まあ、遺伝子の異常があるというふうに言われています。10ですか、はいでえー、これについてはあの血液の検査で調べることができます。血液検査ででわかるんですね、はい、でただ、えー、そのまあ異常があったからといって必ずがんになる。 決まっているわけではないのでどれぐらいの確率でとかあるいは、えー、何年後ぐらいにがんになりそうかとかそこまでは残念ながらまあわからないえ、そういった検査になりますはい。では遺伝性乳がん卵巣がんと診断された場合にできることはどういったことでしょうかまとめたものがこちらですはい。細かな検診サーベイランスという言葉を使ったりするんですがこういった細かい検診 それから、えー、予防的手術とい、えー、ったことができます。で、乳がんであればここに書かれているように、えー、まあ通常検診で行われているような視触診やマンモグラフィーに加えて少し詳しい MRI の検査をするとか、卵巣がんに関しては、えー、経質超音波検査、それから血液検査で腫瘍マーカーこういったものがまあ行われます。ただし卵巣がんについては、えー、先ほどもお話ししたように非常に まあ早期発見が難しい病気なのでこういった検査をしていてもなかなか見つけきれないというところが実はありますそして予防的手術に関しては乳がんに関しては乳房の切除から卵巣がんに関しては卵管や卵巣を切除するというこういった手術があります数年前にアメリカの女優さんでアンジェリーナ・ジョリーさんという方がこの遺伝性乳がん卵巣がん症候群というふうに診断をされて こういった予防的手術をされてしかもそのことを公表されたということで話題になったかと思いますなりましたねあのこの手術というのは保険は適用されるんでしょうかえっと残念ながらですね予防的医療というのはもう一般に日本では保険医療の対象にはな,りませんならないんですね。はいはい ただ、えーとまあ、特に、えーまあ、有効な早期発見の方法がない卵巣がんに関してはこの予防的切除の手術っていうのは、まあ、非常に確実性の高いがん、まあ、になるリスクを減らす方法かと思います。はい、で、えー、欠点としては卵巣を取ってしまうので妊娠,妊娠出産というか、まあ、妊娠ができなくなるっていうようなことだとかあるいは。 閉経される前であれば、えー、ホルモン補充療法といったことも考えていかないといけないので、えーまあ、手術を受ける年齢といいますか今のところですねあのこの、まあ、血液検査ですねあの遺伝学的検査というのを受ける方というのはまだまだ少ないので、えー、こういった手術を受ける方というのも少ない。 三院地方でも、えー、この卵管と卵巣の切除を受けたかっていうケースが一件だと思います。それから乳房に関してはまだこういった手術は行われていないと思います。まだまだこれからという感じですよね。では遺伝性乳癌卵巣癌の治療についてはどうでしょうか。はい。えっ、ー、と遺伝性乳癌卵巣癌に関しては。 そのように診断をされると、えー、使える薬というのが一つずつは増えるまあ、そういう状況になっています、はい、あのまあ、こういった患者さんに特別によく効くまあ、新しい分子標的治療薬というのが、えー、使えるようになっています、はい、で卵巣、えー、んの場合ですと例えば、えー、再発をしてその後抗がん剤の治療をします。 そして治療がうまく効いた後に引き続きその新しいお薬を飲み続けると、まあ、再発をする危険性をさらに下げることができるということが分かっています。はい、で、えー、まあこれらのお薬に関してはあのもちろん予防ではなくて病気になった後の治療の話なので当然あの通常の保険診療で行われるということになっています。はい 遺伝子の異常と癌の発生、そして治療についてますますこれからの研究が深まりそうですよね。はい。癌、えー、になるリスクの高い人を血液の検査で調べることができて、そのことをまあ診断や、えー、治療に生かせるようになったっていうまあ非常に画期的なことかと思います。で、まずは、えー、ご自身のまあ家系の中にそういった癌の患者さんがおられるかどうかっていうのを 一、まあ、つ、まあ、気にかけて調べていただくというのが一つののきっかかけなのかなと思いますそして、えーまあ、実際にこの、まあ、遺伝学的検査というものを受けるかどうかそういったことに関しては、えー、遺伝カウンセリングというものを、まあ、受けていただければ、えー、かなり細かいところが、まあ、相談ができると思いますので。はい、分かりました身近に 乳がん卵巣がんにかかった方がいる場合は一度検査を受けてみるというのもいいかもしれませんね先生今日はありがとうございましたはい、ありがとうございました家族や親戚などに乳がんや卵巣がんにかかった方がいる場合は遺伝的要因でがんにかかる場合があります検査を受けるかどうかを含め一度相談してみてくださいそして元気な毎日を送りましょう 聞いて納得医療最前線、次回はご覧のテーマです。ぜひご覧ください。